はい、お疲れ様です。今日は会社経営14年間のターニングポイント、まあ本当いろんなことが会社やってるとまああるんだけど、まあ、14年間まあうちはまあ幸いなことにずっとまあ成長し続けてるんですよ。でまあね、会社員の子だとかだとなかなかまあ経験できないことっていろいろしてるんですけど、まあ、そういう中で何がその人生っていうか会社のその成長のその起爆剤になったみたいなそのタイミングってあるんですけど、うん、まあそのまあ3つベスト3でまた今日お送りしたいと思います。チャンネル登録といいねもお願いします。まあ、いつも毎回言うんですけど、チャンネル登録といいねはそのさ、まあ、同年代の人とかだと本当にチャンネル登録ってしづらい人多いと思うんですけど、なんか結構ね、昔とび職やってた時の先輩とかお客さんも見てくれてるらしいんでちょっとこの間聞いて俺もちょっと逆に恥ずかしくなってきてさ、その人たちのもうね強烈な先輩たちばっかりで顔が出てくるってなんかしゃべりづらいなと思うんですけど、うん、まあ本当に、まあ、チャンネル登録いいね、やっぱ俺もねそういうの恥ずかしいタイプなんですけど、登録しても本当相手に分かんないんで本当に、まあ、ぜひ登録してください。はい、よろしくお願いします。ちょっと目次、あ、これ見とかなかな、コメント説明欄にリンクこれピュンピュンピュンって飛べるんで、早送りしたいっていうかね、そういう人は使ってください。でスマホの場合はコメントからしかいけませんので、よろしくお願いします。それではじゃあ3位、2位、1位、まあ3位からいこうか。はい、とび職から塗装業に変わった時、うん、そうなんですよ。14年前に会社やった最初のきっかけって言ってはとび職だったんですよ。とび職っていうか、まあ、最初はなんか人材派遣みたいな感じで、それこそ引っ越し屋の荷物運びとかもいろんなことやったんですけど、うん、だけどまあ昔からとび職やってたから、16からね。だからまあとび職になって、うん、まあとび職がほぼメインかな、90何パーセントみたいな感じになって、まあ大きく分けて大きいその建設会社の中でもその下、いわゆる下請けだよね。2時3時4時5時とかもあったな、5時団体ね。ゼネコンさんが、あ、お客さんがあって、ゼネコンさんが1時かな、でその下に下請けがあってね、どの 順番があって4時5時とかもからスタートして、本当にまあ1人から始まって、まあ、1年2年で十何人で、多い時30人とか人間動いとったんですけど、2年ぐらいでね。で結構順調に、まあ時期も良かったと思うんですけどやっとったんですけど、俺もうそれ辞めたんですよ。そのまあ元従業員の子で、もう今それ独立してるっていうか、まあその俺はもうこれからもう塗装業やりで、これ最初のね半年ぐらい両方やってたんです。で塗装業やったきっかけは、そうとにかくもう一般の直接のお客さんとやりたいって、何って言ったらやっぱ飛び職ってさ、その先輩のその年功序列が本当に激しいもんでさ、変に飛び越えるみたいなこともいけないし、うん、やっぱね今から飲みに行くぞって言われたら、はい分かりましたみたいな世界だし、うん、だからなんかまあ一般の人と直接やって、まあいい仕事をしてって、まあいろいろまあ話はあるんですけど、それもまあガイドブックにも結構細かく載ってるんですけど、うん、まあそういう中でもうとにかく一般の人と直接やろうって決めてこれやり始めたんだけど、最初両方やってたんですよ。だけど俺はもうこれバーンってやめたの。まあどれぐらいあったかわからんけど、売上高で言ったら、うん、でまあその今いる子にもうやってくれみたいな、まあ電話番号まで、電話番号も渡してないかな、でお客さんはもう俺ももうやめたっていうことで、まあ、会社の名前も変えて、もう従業員も引き継いでもらって、まあいろんな子と、まあ、じゃあそれだったら独立したいっていう子もおりゃ、その塗り替え道場についてきた子もおれば、ね、一人親方みたいになった子もおるし、まあ、その子の参加でそのやってくみたいな子もいろいろ分かれたんですけど、まあ、その時は一番みんなと話し合ったとか、まあ、結構パーンだったかもしれんけど、うん、まあでも良くも悪くもそれ両方やってたら両方中途半端になって、まあ、多分俺は今がないと思うな。うん、この変わった時、うん、まあ、最初ちょろちょろずっとやってね、折り込みチラシとかのすっごい勉強したことあるんだわ。やっぱお客さんがコンと始まらん仕事だし、塗装のね職人さんも育てなあかんし、まあ、最初ね自社の職人社員っていうよりは協力業者さんっていう感じの関係の方が大きかったんですけど、
まあ、そういう中で自分がね、いろんなことやらなんかもう本当に寝ずに働いたって本当そのことですけど、でそれがなんかこっちにばっかりやってんのに、このね、親方業だからさ、ここって親分がね、全然違うことで現場に興味がないっていうのはもうそれ一番いかんことだなと思って、だったらまあその今日明日のお金なんかどうでもいいでじゃないけど、うん、まあ引き継いでくれっていうことを相談して OK 出たんでやり始めたんですですって言っちゃったけど、うん、でまあこれが3位かな。まあそれがまあ人生のターニングポイント第3位。はい、第2位、多店舗展開をした時、うん、これもそうだね。まず1店舗、今だってここの本社にだその時に移ってきたんですよ。まあ塗り替え道場1本で行くって決めた時に、もうだって10年12年ぐらい経つんかな、うん、でここで1店舗で最初ずっとやってて、うん、で多店舗展開ってやっぱした時に、なんちゅうんかな、やっぱ1人の職人育てる、1人の営業マン育てるね、一つのその反則のツールを一個手に入れる、折り込みチラシだとかウェブホームページとかね、その何か一つお客さんのそのお客さんを集めれるツールっていうの、装置みたいなのを作るのってすっごい大変だったんですけど、やっぱ店舗展開、横展開した時にすっごい楽だったんだわ。もう簡単に売り上げが倍になったって言ったらちょっと語弊があるけど、うん、だからもう多店舗展開で、まあ、11店舗どこ書いてあるでしょ、あ書いてないか、普通の朝のやつに書いてあるのかな動画に。でもトン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 って言ったんだよな。まあいろんな問題が起きて、ちょっとそれ、まあ今度の違う動画でちょっと撮ろうと思ってるんですけど、まあ悪い面もいっぱいあった、もちろん、うん、だけど単純に数字っていう面は本当に売買ゲームで増えてって、うちの会社、1億5000、3億、5億、6億みたいな感じで成長してったんじゃないかな。でそれぐらいのスピード感でね、4年ぐらいでそれガーっていったんですよ。うん、だからまあ、うん、まあこれ本当にこれが俺の人生変えたから、まあ本当叩かれた。そして本当はあの、まあ、出る釘になれみたいな、この間そんな話したんですけど、じゃあお前1店舗もしっかりしないのに、そうお前早えわって言ってすっごい言われたけど、だけどまあ確かにその時はもうあーってよちよちで、もう飛行機で行ったらもういつ落ちるかわからん状態でヒューって飛んでって、でも上空に行ったやつって強いんだよね。だから、まあ、ある程度上空に行っとるわけじゃないですか、今11店舗って、まあ、愛知県では店舗数ではダントツだろうし、民間では、まあ、多分敵なしって言ったらちょっと失礼ですけど、まあ、相密レベルで戦って勝つ負けるはあるんですけど、ね、強いよね。だからどっち先取るかだと思うんですけど、まあ、職人バチバチに鍛えて、でも30年かけてここまで来いは別にいいんだけど、数年で行こうと思うと何かをやっぱ取って、何かをやっぱ後回しにするじゃないけど、全部は一気に取れないから、体力もないから。で今うちは人材開発費にね、何千万使えるのと100万しか使えないとじゃ全然違うし、例えば逆に100億200億300億企業が1億ね、人材開発に使える企業とね、うちが1000万しか使えない企業じゃもう全然違うじゃん。だからまあね、何かにつけて、俺はまあこのやったのっていうのはもうその問題もいっぱい起きたけど、まあ良かったんじゃないかなって、一つのターニングポイントだったんじゃないかなって思います。第1位、あこれがね、赤字を出して会社が潰れそうになった時で、俺これちょっとね、いろいろ何を喋ろうかって悩んだんですけど、ちょっとこれね、もう長なりすぎるから、まあ、ちょっと一本別で今度撮ってます、あの撮ります、うん、赤字になった時のほっと実話を、うん、まあ、いろんなことがもう壮絶なことが起きたけど、でも俺はもうこの1位のこの赤字出して本当に潰れるか潰れんか、明日の給料払えるかなみたいなところまで来たけど、めちゃくちゃ成長したね自分自身は。本当にもうそれからは本当にもう尊重そこらのもんじゃん、もうビクともシンクになったって言ったらなんですけど、で経営のやり方ももう全て変わった。人の社員とのその何、採用の選び方とかもいろんなことがもう全て180度って言ったらあかんですけど、まあ、いろんなことが変わって、あの経営者としては一皮むけたタイミングだったのかなって思うんで、うん、まあなんで嫌なことって今ね、まあ嫌なことといいことっていろんなことが起きて悩みながらこの動画を見ていると思うんですけど、あの嫌なこともいいこともとにかくもう全部自分にとってプラス、いいことももう本当にプラスだし、いいことないとやっとれんでしょ。うん、だって俺はまあいいこと、まあいいこと6の嫌なこと4ぐらいやったらいいかなと思ってるけど、
なかなかそういうわけにいかんな。嫌なこと結構起きるけど、まあ今でもね結構いろいろ起きるけど、うん、でも本当に俺はこれもう本当にもう本当に自殺考えたぐらい辛かった、うん、まあいろんな人に支えてもらったもんで今あるんですけどもちろん、うん、だけどまあ俺はこれが本当にまあ会社どころじゃないな、自分の人生が変わったぐらいの経験したかな、うん、まあちょっと今日は、うん、綺麗に収まったんじゃないでしょうか、ぜひチャンネル登録といいねしてください。また見てねー。